ソノロジックデザインの牛島です。今回ゼンハイザーからリリースされたアンビソニック方式対応のこちらアンビオ VR マイクと360度の映像が撮影できるリコーのシータ、この2つの機材を組み合わせて360度の映像音声を動画サイト YouTube にアップロードする方法について解説していきたいと思います。今回浜辺で収録を行いました。このように機材を垂直線上にセットアップしています。こちらが VR マイクで収録した A フォーマットの4つのファイルになります。ファイル名もこのように分かりやすくリネームして管理しておきましょう。ここから Nuendo 7を使って DAW 上での編集方法について解説をします。最初に作業環境のセットアップです。まずはじめに4チャンネルのアウトプットバスを追加します。次に VR マイクで収録した A フォーマットの4つのファイルをインポートします。そしてこれらのトラックを1つにまとめるためクワッドバスを1つ作成します。このクワッドトラックを使用して A フォーマットから B フォーマットへ変換するためトラック名をこのようにリネームしておきます。次にインポートをした4つのモノトラックの出力をクワッドバスにアサインします。そしてパンニング設定です。チャンネル1のトラックをクワッドバスの1チャンネルに、同様にチャンネル2のトラックをクワッドバスの2チャンネルへパンニングします。最後にクワッドバスの出力先を4チャンネルのアウトプットに設定して環境設定は完了です。そしてクワッドバスにゼンハイザーアンビオ A2B コンバータープラグインをインサートして A フォーマットから B フォーマットへ変換します。それではプラグイン設定の詳細を見ていきましょう。左側が入力設定、中央でマイクポジションや角度の調整、右で出力設定と3つのセクションで構成されています。こちらのアンビソニックコレクションフィルターはオンにしましょう。ローカットフィルターは収録素材に合わせて使用してください。そして一番重要な設定がポジション設定です。このポジション設定は実際に収録した時のマイキング設定と一致させなければいけません。今回アップライトのポジションで収録したためこちらを選択します。右側の出力設定でクラシックフーマもしくはアンビ X を選択します。今回は YouTube にアップするためアンビ X を選択します。次は B フォーマットの音声をヘッドフォンでモニタリングする環境を設定します。モニタリング用デコードソフトとしてノイズメーカーのアンビヘッドというプラグインを使用したいと思います。4チャンネルアウトプットトラックのパンナーからアンビヘッドを選択します。このアンビヘッドは用、ピッチ、ロールを変えながら B フォーマットの回転や傾きによる音の変化をモニタリングすることが可能です。そしてアンビヘッドの設定画面からインプットの設定を開きます。フーマまたはアンビ X が選択できますが、今回は YouTube へアップロードするためアンビ X を選択します。これで VR マイクで収録した音声を聞きながら DAW 上で編集作業することが可能になります。 VR マイクで収録したファイルを編集する際はこのように4つのファイル全てに同じ編集を適用しなければいけません。注意しましょう。編集が終わったら B フォーマットで音声を出力します。出力する際はモニタリング用のプラグインを解除します。4チャンネルアウトプットトラックを選択しアンビヘッドからデフォルトのパンナーに戻します。そして出力範囲を選択してオーディオファイルの書き出しを行います。出力チャンネルは4チャンネルアウトプットを選択しWAV 形式で出力します。アンビ X 形式で出力した音声ファイルと360度動画を結合します。 FFmpeg というツールを使用して結合します。インストールはこちらのサイトから行ってください。 FFmpeg はコマンドラインを使うツールになります。テキストファイルにあらかじめコマンドを記入しておきます。詳しい解説は省略しますが、赤文字部分の映像ファイル、音声ファイルと青文字部分の出力動画ファイル、この3箇所を自身のファイル名に書き換えてください。コマンドウィンドウを開いて先ほどのコマンドを貼り付けて実行します。
動画ファイルが出力されて完成です。次に YouTube にアップロードするためにメタ情報を追加します。スペシャルメディアメタデータインジェクターというツールが提供されていますので、こちらもダウンロードしてください。ツール起動後、FFmpeg で結合した動画を開き、画面のように2箇所にチェックを入れてください。これでメタ情報の追加は完了です。この動画を YouTube にアップロードすると、視聴者は映像の回転に合わせて音が回転する本当の360度動画を視聴することが可能になります。以上でアンベオ VR マイクとリコーシータを使用した360度動画の制作方法になります。ぜひ試してみてください。